アフリカのナイジェリア北部、カノでの思い出です。外務省の海外安全ホームページを見ると、2021年3月現在、カノには渡航中止勧告が出ています。西アフリカをギニア湾、 これを湾と名付けた感覚には驚くばかりですが、このギニア湾からサカラ砂漠へと北上すれば、キリスト教からイスラム教への変化を見ることができます。もちろん宗教なので詳細には異なりますが、大まかに言って南ではキリスト教徒が多く、北ではイスラム教徒が多くなります。 西アフリカの気気候は、寒気と雨季といえば雨が降るから雨季ですが実際の雨の降り方は場所によって異なります大まかに言えばギニ,ア海岸ギニア湾岸では雨は多く北に上がるにつれて雨は減っていきますこれは先ほどのキリスト教とイスラム教の大まかな分布と同じです カノはナイジェリアでも北の方に位置します。ですので雨は少なくイスラム教徒の占める割合が高いとなります。ある日カノに旅行をしました。カノへは距離がありましたから飛行機を使いました。今では会社としては消滅しているそうですがベルビューという航空会社で 機材はボーイングでした。同時期にベルビューでは737が墜落していました航空機事故にもさまざまなものがありますが墜落は最も重大な事故です多分複数の737が落ちていたと記憶していますそんな時期でしたので本当にベルビューで飛ぶの って話はありました今から考えれば当然の反応だと思いますですが当時の私は墜落なんて深刻な事故はそう頻発するものではないと考えてベルビューで飛んだのでした幸い無事にカノに到着しましたちょうどカノではイスラム教のお祭りが開催されるとあってこの時期を選びました このお祭りの名前自体はちょっと忘れてしまいましたがイスラム教のお祭りでも大きなものだそうです現地のイスラム教の王様王様って表現がいいのか悪いのかは怪しいのですけれどもこのエミアーの行進がありましたこれを見るために通りには多くの人々が出ていましたやがてエミアーの行列がやってきます 行列は馬に乗っています。そしてその馬にもきれいに装飾が施されています。当然ですが、行列の先頭には梅雨払いがいます。やがて傘をかけたエミヤが登場します。立派な宗教行事なので、人々が興奮したり叫んだりすることはありません。 エミヤーは威厳を持って我々の前を粛々と進んでいきました自分では初めて見たイスラム教の行事だったので非常に新鮮でしたでも宗教というものは特別なものではなくて日々そこにあるものです時間になればモスクからは祈りを捧げる声が拡声器で流れてきました 経験ののイスラム教徒にはは礼拝は欠かせないものです。民族や宗教というものを日本の中ではほとんど意識しませんが海外では意識することが多くありました。